型の小馬力。おい、よくわかんない。新潟の小馬力はね、小馬力。久保田発動機の E 型5馬力です。よく見ると、マフラーの作りとかもこの根元の部分とかはねやっぱり違うんですね。とてもマフラーは大きいです。そしてホッパーの部分もとても重厚です。動輪の厚みも多分7センチぐらいあると思います。久保田石油発動機 E 型5馬力ですね。今日は新潟のね金子さんが持ってきました。私個人的にもこの E 型久保田石油発動機はねとても重厚で大好きです。とてもね重いと思いますけど本当に重厚でいい作りをしている石油発動機だと思います。